説明はこんな感じです。家みたいですね。家と同じ感じですね。ママ連れてる行きたい。ここにね、いろいろ揃えてありますよ。これなど、これなど、いろいろ揃えてあります。やっぱホテルって気もしますね。はい、ここは乾燥機と洗濯機ですね。乾燥機なんてあるんですね。自分家にいないもんで。こっちは洗濯機ですね。家みたいですよ、揃えてあって。お風呂です。鏡ついて、ちゃんと道具も揃えてありますし、シャンプー、リース、いえ、桶もあるし、お風呂広いです。狭くないですよ。綺麗ですね。入りたいですね、早く。じゃあ閉めます。トイレ点検。トイレはどんな感じなんでしょうか。普通のトイレですね。失礼しました。大好きの木はまだ入れっぱなしになってて、後で来る。ストーブがあります。変わってますね。すごいすごいです。ちょっと邪魔、パパ。ストーブがあります。いろいろソースなどもいい、調味料もありますね。ちゃんと家にあるもの揃ってますね。電子レンジもありますよ。冷蔵庫、冷蔵庫の中は、うん、意外とありますね。楽しみです。お、ちゃんと揃えてある。ないものないですね。よく書かないよ。あ、フォーク、スプーン、これは食べたりするものですね。すごい、ちゃんと揃えてありますね。じゃあ閉めます。炊飯器も開いてますよ。すごいですね。早く食べたいです。あ、ここにはお椀など、暗くて見えませんかね。お椀などあります。お茶、お茶道具もありますね。飲みたいです。閉めます。パパにとってって言われてた。せっかく飲み物の宝です。カップもありますね。家と一緒です。けどちゃんと揃えてあります。これなんて言うんだっけ。これなんて言うんだっけ。ステンレス、ステンレスはステンレスね。なんて言うの。水道台がありますね。すごい、いっぱいありますね。結構見てきました。まだ行ってない。いっぱいちゃんと道具揃えてありました。一番いいですね。包丁もありますよ。自分で作るって楽しそうですね。はい、こんなところにもドアがありました。ラッカーン、ラップ、アルミホイル、鍋など いろいろあります。夜間もありましたね。あ、え、ちょっと今も見てみたい。あ、このかけるものもありますね。面白いです。19人ここ魚とか焼くところですよね。魚今日焼かないのかな。
って楽しみ。これも気持ちが濃いですね。ここフライパン1個入ってます。ここはコンロですね。煙止めもあります。ベランダです。面白いです。リサ撮った？ん？何を？まだ撮ってません。ママスリッパ、今はスリッパじゃないんじゃない？寝室です。富士山が見えると聞いたので来てみました。あれ？どこでしょうか？あ、富士山見えません。これ富士山ですよ。ちょっと反射しちゃってますけど、反対見てみますね。こっちは普通の山の風景が綺麗ですね。いいですね。こっちは押し入れです。で、あー綺麗けど、こっちは見れないんですよね、富士山が。こちらもさっきと同じ部屋です。ですよ、違うな、ここ。ここおこバイバイ、ヤッホーヤッホー。これも見えるんですよ、上から。綺麗ですね。じゃあ下降りてみます。まだ回してる。あと富士山撮ります。綺麗です。富士山と冷やしますね。綺麗。